初めて。区域に隠密部隊が侵入した可能性があります。攻撃態勢に入ります。この人、あなたの友達なの？あなた誰？すごく見覚えがある。君は全く変わっとらんな。まさかこんな誰が私のビーコンを拾ったのかと思ったが、しかし驚いたな。エマソン、ドクターエマソンヘイル、まさかあなたなの？ようこそおかえり地球へと言うべきか。ようこそアパラチアへ。言葉が出てこない。ここで会うなんて思いもしなかった。少し前に私の船が墜落して、困ってたら助けてくれた人がいたの。それからずっとクルーを探してるんだけど、頭痛がひどくて。君はここにいるんだな。モダンなアパラチアライフに飛びつこうって決めたんだろう。悪気はなかったんだ、友よ。私は古い軍事基地に住んでて、クリエイティブなことも話すような柄じゃないんだ。君が親切な人に出会って、この崩壊すべき場所から連れ出してもらえることを願ってるよ。彼はとても力になってくれてるの。 USSA のビーコンを持ち帰ってきてくれたり、敵対的なロボットを始末してくれたり。分かった。ところで、私がここにいる間に何か手伝えることはないか？物資やマシン、それとも質問か？その通り。しばらくは何かが分かるまで深層睡眠ミッションを監視するために、他の誰かと連絡を取れればと願ってたさ。脱出用の船の自動操縦機能で、軌道上の船をとても古いデータを使って USSA ロケーションへ送ったんじゃないかと思うんだが、奴らは脱出用カプセルに入っていなかったと思うが、お気の毒だ。でもみんな助かったんでしょ？多分な。数人のスカベンジャーから聞いたが、船の大部分がもうスクラップにされたそうだ。他の船も同じだろう。ただ前に進むだけだ。正直君が生き残ってたことにショックを受けてるんだ。真剣にな。その日、私たちは覚醒キットを持っていた。それは深層睡眠から人間を覚醒させるように作られていたんだ。今いくつかあると思うぞ。可能性か？多分燃料切れだ。あと自動操縦機能で最寄りの施設に送られたんだろう。問題あるのか？あいつは奇跡的に生きてた。そこら中にいる。アルゴリズムが混乱したかのようだ。だがはっきりしたことは言いようがない。奴らは昔私につきまとってたが、
今はもっと優先すべきターゲットがいるようだ。スキャナーの範囲を広げて低速でシグナルを探せば見つかるはずだ。奴らはそこまで複雑じゃない。私の友人はああいうものを破壊し尽くすのが得意なの。問題ないわ。それはいい。嬉しいよ。もう友達ができたようじゃないか。私もよ。何もかも変わってしまった。あなたいろいろ知ってるんでしょ。私の時間の空白を埋めてくれない？そりゃまるで雑談だな。君が聞き逃したか、私が何が起こったかまだ分かってないかのどっちかだ。でもまあ別の時に話そう。とにかくもう行かなくては。後で戻ってくるからその時に話そう。いいか？分かったわ、エマソン。私待ってるから。私は友人と信号の追跡を続けなきゃ。どうやら船の残骸みたい。詳しいことを知りたくなったらまた寄って。ああ、じゃあ。泊まれる場所をくれてありがとうね。また話そうじゃないか。すぐにな。まあ、ソフィア、なんて向こう水なんだ。あれはアサルトロンだったの？多分昔の USSA のロボットね。おかしいな。今頃はもうスタンバイモードになってるはずなのに。でもとにかく確かめたいの。船の別の部分の残骸にクルーのスーツのビーコンが一つあったから、全員あそこにいるのかも。あなたが様子を見てきてくれない？何もないかもしれないけど知りたいの。私みたいに彼らが優しい人に拾われて居候させてもらってる確率なんて天文学的じゃない？うん、他のクルーは船の別の部分にいたんだと思う。信号が少し動いた。生存者かもしれない。もしくはスカベンジャーかも。クルーが見つかったらここに場所を作ってあげないとね。二段ベッドがないとダメかな。あ、でも三人増えるんだよね。何も見つからない可能性もある。ただの残骸かもしれないし、動物が漁った跡かも。ここからじゃわからないわ。そういえばこの間ここに来たトレーダーからアンストッパブルのコミックを買ったの。おかげでリラックスできるかも。かつての USSA の同僚よ。私が宇宙へ行った後別のところで働き始めたみたい。ここで彼に会うとは思わなかった。でも私がアパラチアにたどり着いたことだって想定外。どうして私の船はここに落ちたんだろうって思わない？ USSA の施設の近くに誘導する緊急着陸プロトコルがあったのは知ってるけど、詳しいことまでは。それを知る必要があるとも思わなかった。1時間くらいかな。深層睡眠ポットに入る直前にね。地球は美しかった。星の海をたった一人で漂っていたわ。目をそらそうと思ってもそらせなかったと思う。だって目が離せなくなっていたから。こっちが知りたいわ。私の船のロボットは私のことなんか気にもかけなかった。私の様子すら確かめなかったわ。了解。気をつけてね。